番組出させていただいておりますが、私は高知県の出身でございます。高知と言いますと、こう頭に浮かべる観光地いろいろあるかと思います。例えば桂浜、播磨屋橋、いろんなところがあるかと思いますけども、やっぱり高知の偉人といえば坂本龍馬さんですね。その龍馬さんの思いを描いた一曲を歌います。いごっそ魂、どうぞよろしくお願いします。本日はようこそお越しいただきました。誠にありがとうございます。揺さぶる